よし。上原浩二の雑談魂。雑談魂。コイン。よし来た。栗山匠。もう揃ってるからね。クリもね、視聴リズム出てくれたんですよ。インタビュー取って来てくれて。もう引かないんですか。引くよ。トレードは中継ぎ薄いじゃないですか。そうだね。金銭金銭選手同士のそんなルールない。やば。はい。あと3人なんか余裕の感じの引きができるね。あ、この選手もいい選手、結構俺好き。中村翔吾。中村翔吾、ね、カシヤッシュ多い。阿部。ああ。というか本当こう試合前バッティング練習1人3球しか打てないですこんなに野手打たない。ほんまピッチャー全然出てない俺。野手溢れてんだこれ。あと何人。もうそろそろか。3人です僕もう本当運命の25じゃなくて24にした方があれじゃないの。いやいや、それ困りますね。いやだって2枚ずつやねんから。それは困ります。頼む頼む。来た栗原。ああ、おお、おしおし。ちょっと待てよ、二遊間がいない。こうなると一人でいい。守れる二遊間来い。いやー、大島外野だ。いやあ、でも外野欲しかったやろ。外野はもう揃ってます。外野揃ってます。ピッチャー中継ぎ来い。はい、宮崎。野手こんだけでピッチャー4人。どこで使う、どう使う。ビシエド。野手率半端ないですよ。半端ない。ピッチャー4人。4人こっち14人いますよ、ピッチャー。じゃあ最後の1人偏ったね、最後の1人。最後1人、僕ほんとね、ショートがいないよ。でもレッツゴーバースさん。ちょ、お前どっちか引きよ。あ、一人が引いた反対の方ちょうだいよ俺に。あ、なるほど。1枚ずつだから、うん、じゃあさっき先輩、じゃあちょっと、うん、お願い事があるんですけど、うん、僕に2枚でどっちか選ばせてもらえませんか。ショートいないんですもんね。これ勝負なんで面白くないじゃないですか。うん、ちょっと上から目線やね。そんなことないです。ちょっと上から目線ね。ぜひお願いします。大したネタがなかったね。これパカパカ開くやつかなこれ。いいよいいよ、じゃあいいでいい。マジですか、うん、優しいわ。さすがバブレット。絶対にショート引けよ。はい、来い隼人、来い隼人。どっちかショート来ないと。まずはグッフーなに、フーなに。ショートきついか。安田安田ショートきついな。それかこっちだ。うん、フー。よしよし。森友や、うん、いや森友やもいいけど、誰がショートできるんだ。じゃあこれで選ぶしかないってことやな。いやピッチャーちょうど4人や俺。あと戦力的な話っすよね。いや俺じゃあ友やもらいますわ。いや、マッチいるんで安田、じゃあよろしくお願いします。これからの4番ですが、可愛がってやってください。
どうスタメンをこれで。これでスタメンですか。そう。DH ね。あ、涌井引いたってことは小野心出るの、小野心。小野心。いやマジでこうなってくると本当に悩む。選んでる時って本当静かだね。ちょっと静かにしてもらっていいですか。いやだから静かにしてるやんけ。それでは大変長らくお待たせいたしました、うん、チーム一人スターティングメンバーを発表します。1番センター大島、センター大島。2番キャッチャー森、キャッチャー森、うん、3番レフト近藤、レフト近藤。いいチーム。4番セカンド外、うん、まあまあまあ、セカンド外、うん、5番ライト栗原。いい打線だ。ライト栗原、確かにいいな。6番ファースト井上、うん、ファースト井上一発あるよ、あるね、うん、7番 DH 栗山、はい、7番指名打者栗山、うん、8番サード松田、あー、そう、サード松田。なんだってまとまったね。9番ショート、ショート、梅野、梅野ちゃん、梅野さんでもそこショート梅野、ショート不足、ショート不足きた、これは大きいぞ。先発ピッチャー、はい、千賀、うん、中継ぎピッチャー石田、はいはいはい、中継ぎピッチャー杉浦、おー、抑えピッチャーモイネロ、はい、行きました。抑えに持ってきたか。以上のメンバーです。モイネロでもキューバ帰ってん、いいどういう設定ですか。え、俺有利の設定。俺のチャンネルだもん。俺がルールだ。あれこれなんかなかったっけ、俺がルールだって。なんかローランドです。ちなみにローランドさんは提供のサッカーも、あ、そうそうそう、提供で言ってた。そうそうそう、私の後輩になりますから。あ、こういう先輩いますよね。あ、俺と怖いながらとかって、全然遠いのに。え、いくつ違いぐらい、一人と10個ぐらいじゃないですか。そんな若いの彼って。へえ、安崎さんと確か同級生。もっとしたか、安崎がルーキーの時に僕引退の年だから。そうだ、安崎なんか同じクラスとかなんか言ってなかったっけ。そうそうそう、12個ぐらい違うかもしれないです。へえ、若いんだ。だで、安崎僕もうちっちゃい頃からしてるんですよ。その同級生ってことはやっぱ後輩ですよね。まあそうだね。まあまあまあ、いや先輩ずらしていい。ってことは僕がルールですよね、うん、そうそう、僕ルール。え、お前がルールえ、じゃあ行こうぞ俺の、うん、それでは続いてチーム上原選手を発表します、うん、はいはい。1番レフト近本、はい、近本、レフト近本、はい。2番センター丸、おい、センター丸。3番ショート坂本、おっと早いときた、ショート坂本、巨人コンビ。4番ライト佐野、はい、ライト、ライト佐野、やっちゃうよ、やっちゃうよ、ライトやっちゃうよ。いや彼だってライトでしょ。レフトです。あれ、あらららら、あらら。ないんですけど、うん、3塁であるね。これは俺の選択ミスだ。あれライトじゃなかったっけ。あ、ライトオースティンだ。5番指名打者ビシエド、うん、指名打者ビシエド。6番セカンド山田哲人、セカンド山田哲人、贅沢な打線だな、贅沢。7番サード宮崎、サード宮崎、えぐいな。7番でね。8番キャッチャー木下、はあ、キャッチャー木下、うん、9番ファースト鈴木大地、おい、
ファースト鈴木大地、違和感なし、うん、全く違和感なし。あの試合始まったらあのライトとレフト交代ね。試合始まったらもう選手交換してますから。いや選手交換しててもいい。あの始まったら交代できるから。できるんですか。俺がルールだ。どうなんだ。俺がルールだ。コーランド。コーランド。コーランド。弱そう。弱そう。いやいやいや。チーム上原先発ピッチャー、うん、涌井。涌井。涌井。小野心。中継ぎピッチャー上沢。うん。お？中継ぎで。東浜。うん。うん、そして抑えのピッチャー森脇。はい森脇、はい、以上のラインナップです。抑えに森脇か、うん、やっぱね中継ぎを経験している人は抑えもできると俺は信じてるから。ピッチャー4人しかいないから、まあ、そうですね確かにここなんだよ俺の弱点は。打線の流れ見ると打線はいいやろ。相当不利ですよ、うん、僕は。そうだね、あの梅ちゃん集中攻撃でできんかな。みんなショートゴロ打って、いやもう来たらもうこうですよ、もうショート、いやみんなこうやって逃げるから。ブロッキングで、いや違う逃げんのよコンピューターで。じゃあこの結果は、結果はまた後ほどちょっと集まってもらってやりましょう、はい、後日ですか。後日、わかりました。その後日の時に50年対55年の試合もやろうよ。試合もあのプロスピでね。またこれ選ぶんですか。違うあの選んで松坂世代のあのメンバ ー、はいはいはい、で次俺が50年代選んどくから、はいはいはい、それで。えということはダブルヘッダー。ダブルヘッダーやろうかな。ダブルヘッダーですか。ダブルヘッダーいいですよ。まあ見てる人はまたね、あのどっちが何対何で勝つかっていう予想を送っていただければ、うん、でそれ当たった方には一人のサインボールとかそういうのをプレゼントっていうことでね。そうなの、書くんですか。僕あのゲストの人のサインボールをプレゼントする。初めて聞くルールばっかりなんですよ、ね、いやいやこれは別にルールとかじゃないやん。そうなんですか、うん、決めてくださいルールなんですよね。俺はルールだよ。コーランド、うん、コーランドコーランドで行くよ。決めてくださいよ。じゃあ一人が勝ったら一人だけのサインボールにして、俺が勝ったら共同にしようね、欲しいです。でしょ、うん、そうしましょう。あとはチアガールでマリアちゃんが出ます。言い切った。ちょっと待って、言い切っちゃいますよ。あのこの後ドンキ行って買ってきます。あの初めて聞いたんですよ。よろしくお願いします。いやコーランド怖。コーランド怖いですよ。コーランド怖い。俺のチャンネルだ。